皆さんこんにちは森崎ありすです。森ありはい実家に帰ってきました。はいあの何もないです別にはい何もないんですけれどもちょっとあのー、仕事でちょっとね埼玉よりに帰ってきたので帰ってきました。 はいなんですけどあのー、もうね何ヶ月だ8ヶ月くらい一緒に住んでるのでなんかうんいざいなくなると変な感じですねなんかこうね何だろう実家に帰るっていうのが私の中ではあんまり想像したことがなかったというか。 帰っていたんです何回かあの帰ってきて荷物取ったりとか、まあ、ちょっといるもん補充しに来たりとかいろいろしてたんですけどあのー、帰ってたの普通にあの帰ってきて夜には終電には帰ってただから2時間いたとか2時間だけここに座って今ここソファーなんだけど私の部屋のソファーに座ってじーっとして「ふうふう」ってなって帰るとか。 っって感じだったんでです今までなんですけどなんかねあのー、本当に丸一日私が家を空けたことはこの8ヶ月間なくて丸一日っていうか本当にあのこの一晩とかあオールとかも私前はね YouTube の仲間だったりとかとあの友達だったりとか普通にオールとかしてたんですけど。 カラオケ行ったりね飲み行ったりとかしてたんですけどこの8ヶ月本当飲みに行っても、まあ、終電で帰ってオールはしないで本当にあのに彼のとこ帰ってご飯作って、まあ、一緒に寝て朝起きて送り出してっていうサイクルだったんでなんか当たり前なことが 当たり前じゃなくなるっていうのがすごく変な感じで、なんか今ね、すごく変な感じですで。今ね、すごく震えながら撮ってる、もうね <laughs>、あの三脚がもうあっちの家にあるので、ちょっとね、これ撮るのもすごく大変なんですけど、ちょっと実家に帰ってきたよっていう動画なんですけどね、あの、これ、あの、本当はね、 開封動画を作ろうと思っったのさっきなんか実家に帰ってきたら私の部屋にこんなものが置いてあって <laughs> なんかで名前がね書いてあって「お願いチャクラちゃんチャクラちゃん」っていう名前らしいんですよね。ね。だからチャクラちゃんと ずっとこうし,ゃこうしゃべってたんですけど <laughs> うちの犬にそっくりなんですそっちにどっかにいるんですけど <laughs> 来ないから私が多分ね帰ってこないからねまあもともとあんまりなんだろう親がいる時は親と一緒に寝たりとかしててで親が仕事行く時は上に上がってきたりとかするんだけどなんかすごく頭いい子なんですよねうちの。 あの彼氏さんもこもこなこ,こんなもこもこしてる彼氏すごい頭いい子でなんかね本当に空気が読める系男子なのだから朝の5時に親起きるんだけど朝の5時に,に起きる前にファッて起きて私の部屋のドアをちょっこんぐらい開けとくわけさそうすると自分で勝手に開けて入ってきてで私の隣に寝てで私があの仕事に だから昼前とか10時とかに仕事だって起き出す時間にファッて起きて <laughs> で私が玄関とか行ったりとかすると見送ってとりあえずなんかこうぐるぐる回ってワンとかって言って座って行ってらっしゃいするんだけどだからやっぱりさこっちはさ名残惜しいわけじゃんあなんかなんか置いてくっちゃう感があると思って。 たりするんだけど狙ってんのよそれ狙ってんのマジで。っていうのはちょっとちょっとで試したことがあって「行ってくるね」って言って「バイバイ」って言って行ってから鍵を閉めなかったのだからちょっと開けといてこうやって覗いたらもうすぐどっか行ってて「わーと思って「狙ってんな」みたいでちょっとねしつかーにこに上がってったらすぐ寝ててああやること果たしてすぐ寝るんだなーって思って。 やっぱ気を使ってるんだなっていうのがね改めて感じたわけですけどもまあでもねこうもやっぱり実家に帰ってきてないとねすごく変なもんでなんか自分のこの真っピンクな部屋が本当に今ピンクしかないでしょまあ黒持ってるけどさ本当にこうなんかピンクのものしかないわけですよこうね上もさピンクなものしか置いてないわけよ まあ、キティちゃんだったりとかさこんな感じなのでこれもこういうのとかさでここのこれもキティちゃんだしだからとりあえずソファーも私キティちゃんじゃないソファーもソファーもピンクだったりとかするんですけどなんかね変な感じなんかもうピンクって感じが <laughs> なんか変な感じですねなので実家まあ落ち着く 部屋だからなんか帰ってきたなーって感じはするけどなんかやっぱり一人だとすごく変な感じで大丈夫かなご飯食べたかなとかなんだろうちょっとなんかお母さんになった気分なんかご飯食べさせなきゃってなんかこう思ってたりして作んなきゃっていう感じの気持ちになっちゃうこの時間になると。 いつもこうちゃんこの時間に帰ってくるんですけどうーんなんかいないと変な感じですねうんでもどうせこうちゃん私の動画は多分見ないからちょっと私のこう思ってる心情とかはまあ多分見ないと思うんですけど <laughs> まあバレないというか <laughs> 知らないと思うんですけどねうーんまあ私男っぽいからねあんまりこう ななんだろうな必要としてる感が、うん、見えないのか、まあ、冷めてるからね仕方ないんですけど、うん、なんか私もやっぱりなんかうまいことねちゃんと日頃のこうちゃんに対しての感謝の気持ちだったりとかいろいろ表さなきゃなとは思うんですけど表せてないかなって思ってちょっと最近反省してて。 うーんなんなか自分なりには表してるつもりなんですけどねただやっぱりなんか家帰ってくるとこうちゃんのものがないじゃないですか今実家だからさなんかすごく変な感じでなんか泊まりに来てるみたい人ん家になんかみんな家族もむしろなんか今日泊まってくのみたいな感じのスタンスで来るからか泊まってくってなんかおかしいけどまあまあはい泊まってきますみたいな感じで言って。 なんか変な感じだなっていうただのブログです <laughs> まあ v。ま Vlog かだビログです最近さ毎日私あげてるんですけど別にこれ毎日更新を目指しているわけじゃなくて目指してまあできる限りあげようっていうだけなんですけどなんかいろいろ企画とかは考えているのであのちょっとあの。 もしかしたらね企画上ちょっと時間はかかるかもしれないですけどあの末長く見守っていただけたら嬉しいですあの本当に何個もね一気に考えすぎてわけわかんなくなっちゃってるんだけどはいということでちょっとこのチャクラちゃんのあのー、効果を得てねチャクラちゃんってねあれなんだって不思議なパワーで元気をくれるおまじないの猫ちゃんなんだってだからちょっと抱っこしながらちょっとパワーを得て このなんか変ななんかね一人の夜を早く終わらせたいなと <laughs> もう明日の夜にはぜあの家帰ってるんで会えるんですけどなんかもう本当に今日のこの一晩が本当になんか変な感じでたまらないんなんか変な感じすごいはいということで今日のビログでした皆さん これは本当にシュールすぎるからいつも8時半にあげるんですけど何時にあげようかなこれ9時10時にあげようかなちょっと考えてあげたいと思いますといてことでモリ上リりでしたバイバイおやすみなさい